にちは。今日はコラボレーション動画。お友達です。マリです。どういう動画を作ってるの？私はモデルマネージャーだったので、その経験を生かしてモデルになる方法っていう動画を作ってます。なので今日はドイツと、そういうなんかファッションについての、動画をできたらいいなと思って。そうで、まずドイツ人ってメイクあんましないっていうか、うち、ん、基本しないっていう、だけどこう日本のメイク、日本のメイクについて知りたい。知りたい。日本人は小学校、中学校、高校って校則があって、スクールルールっていうのかな、英語だとなんて言うんだろう、厳しいの。だから先生がメイクアップをしてる女の子に対してコラーって怒るんだよね、注意する、メイクアップはダメだよって。でも高校によってはメイクを OK な高校もあるし、まだダメな高校もあって、バラバラなんだけど、でも大体日本はまだね、学生のうちはメイクをそんなに派手にできなかったりするから、その後にすごくメイクをしたりする、そうだろう。うちそれすごい驚いて、だってドイツは、そういうルールないもん、制服もないし、だからドイツ の子供たちは大体中学生の時一番メイクにハマる、だからその大人になるところでこうメイクに興味を持つから、だからドイツの中学生はすごい派手なお化粧するんですよね。あとうちも中学生の時髪の色をこう紫に染めたり、すごい紫。そう、染めたんだけどあれね、灰色になっちゃった。1週間でなんか色が落ちて取れちゃった。そうめっちゃなんかショックなんだけど、でもそうすると高校生になるとなんか下手にメイクするのが恥ずかしいっていうか、で大学生になるとこうみんなすごいメイクが落ち着いて、落ち着いて、もう何、高校生の時とかにすごいいっぱいメイクアップしたから、大学生になったらもう落ち着いちゃうんだ。そう、落ち着くんだよね。で、そしたらうち大学生の時、日本に来て、みんなすっげえなんかそう日本の大学生すごい。そうだから、そこは多分ドイツはそういう変な学校のルールはないから、中学生の時にいろいろやってみて、でその後落ち着く。うちは中学生デビューもせず、高校生デビューもせず、気がついた大人になってしまいまして。マキシはメイクしないだよね。あんまりメイクしない。本当に友達の結婚式だったり、あと就職活動をやってる時に、最初の面接はね、やってみたんですよ。そしてなんか諦めて。なんでだって最初の面接こうさ、合格したらいいんだけどさ、こうダメだったりするとさ、ああそうか、落ち込む。落ち込むし、あとなんかもう一回やろう。なるほどね。じゃあもうメイクアップ一回だけしたの、就活の時に。そう、一回だけ。なんか最初にこうそのなんか友達に日本のこう就活のために化粧する必要があるっていうのを聞いて、でもすぐもうスピンで嫌な会社をうちも働きたくないから。そうだね。でそういうことになったかなと。メイクアップで今はもう OK、 問題なし、メイクなしで。そう、うちは今メイクなしで会社、というかドイツだとそういうメイクをしない人が多い気がします。で日本はなんかすっぴんって出る人って結構いるんですか、家を出たり。すっぴんの人もいます。もうメイクしない人もいる、メイクしない人もいるし、あと薄いナチュラルメイクっていうんだけど、薄いメイクアップの人もいる。いる。だからバラバラ。でも大体の日本人は、日本人の女性はメイクする人が多い。それと比べてドイツはどうでしょう。ドイツはするとしたら薄めですよね。あとなんか
ドイツだってねすごい面白いのは、うん、あのもちろん男性によってくる好みも違うんだけど、うん、あのドイツの男性ってメイクしすぎるとなんか言われちゃうし、うん、なんかそのなんか何頑張ってんのみたいな、うん、なんかメイクがダサいとか、でもむしろ多分日本の男性の方はメイクした方が喜ぶような気がして、うんうんうん、だからなんか違うんだよね、違う、なんでだろう、うん、なんか日本はなんかメイクアップがマナーっていうかエチケットみたいな、うん、なんかルールでなんかルールじゃないな、メイクアップがマナー、暗黙のルール、うん、暗黙のなんかそういう風に思われてるとこがあって、うん、みんながやるものっていう風な認識がある気がする、うんうん、なぜか、うん、なぜかね、うん、でもヨーロッパだと確かにトゥーマッチだと男の人がなんか逆に嫌がるよね、引いちゃう、うんうんうん、それはある。でもそのままあのその男性の好みもあるから、うんうん、あとその、うんうん、でもドイツは基本的に例えばこう就活とか面接とかもそうなんだけど、うん、薄めにメイクした方がいいかもしれないけど、うん、でもすごい日本と比べてレベルが違うかもしれないんだよね、うんうんうん、そう、あとなんかあのうん、服は、うん、あのドイツはなんかいつも同じブランドがあるから、うんうん、だからあの服はすごいあのお店が少ない、うん、なんかどういうなんか例えば H&M、うん、日本にも、うんうん、あるある、あるあるんだけど、ドイツだったらどんな街にも H&M があって、あ、だから結局ドイツの女性ってみんななんか似てるようなファッションをする、うん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 、シンプル、うん、シンプル、うん、でそれと比べてフランスの方がすごいおしゃれ、うん、イタリアもすごいおしゃれ、うん、そうだよね、ファッションの街だもんね、パリとミラノはファッションの街だから、フランス人と、イタリア人の女性おしゃれってよく言うよね、あとあのうちのお母さんはいつもなんか日本人の友達こう実家に連れて帰ると、うん、お母さんがすごい、うん、毎回なんか日本人ってなんかすごい変わってる服してるねみたいな、なんかみんな違うとかなんか個性があって面白いとか、なんかすごいお母さんがなんか服好きな人だからすごい褒めてて、そうなんだ、うん、でドイツだとさすがなんか 見かけないみんなこう似てるような格好をしてるから、なんか基本ドイツ人って本当にジーパンに T シャツで生活できる、うん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 、で夏だけになるとワンピースを着てる、うんうんうん、でもなんか時期が少ない、そのなんかすごい夏っていう、うん、そしたらワンピースでも、そうじゃないからちょっとね寒いから基本一年中に T シャツを着る人が多いかもしれない、うん、ああ確かに、あ、そうか、うん、そっかそっかそっか、だから、うん、イタリア人の友達によく怒られた、ドイツ人がなんかダサすぎて、そうなの、イタリアに来るとなんかもうなんか服でわかるみたいな、そうなの、なんでドイツ人ってみんないつもあんなダサい服してるんだよって私に言われても、でも私も多分ダサいかもしれないと思ってシュンとした、でも知らんかった、比べてみると確かに、うん、うん、あの、うん、絶対、うんうん、フランスとか、うんうん、イタリアの方は服は、うんうんうん、こだわってるんだ、うん、そうなんだ、でもなんかシンプルっていい、私はいいと思ってて、うん、日本はあのファッションブランドとかショップの数がすごい多い、本当に多いから、うん、なんか選ぶことでストレスを感じてる人もいるかもしれない、そうで、うちもなんか日本に来て初めて思ったのが、うん、なんかこうその服に10万かけたとか、うん、なんか靴買ったんだけどブランド物で5万使っちゃったとか、それドイツだったらありえない話で、だからなんかそのドイツ人が多分なんか違うところにお金を使うんですよね、だからドイツはあの電車はいつも遅刻してるから、あのみんなすごい車を大切にしてるから、でそうすると例えばあのベンツを買いたいとか、なんかあの中古でもまあ買う人がいるかもしれないんだけど、そのなんか車にお金を使ったり、でかい一軒家に住みたい人も多いから、だからそのお家にお金をかけたり、うん、でもなんか服に、まあ好きだったら女性で、まあ月になんか、うん、買い物する人は、でもなんかその服1枚に5万払ったとか10万払ったとか、それはドイツ国内だとあんまり聞こえない、そうなんだ、てか10万の服売ってる店が
ないのよ、デパートの中。あそうなんだ、そうなんだ、全然違うね。そう、なんかスーツとかだったら、まあ、5万とか10万はあるかもしれないけど、うんうんうん、でもスーツじゃない限りは本当にめったに、うんうんうん、なんか結婚式 の, あのためのこうドレスとか売ってるじゃん、うん、そういうドレスだったらまあ 2,3 万ぐらいかな、うんうんうん、基本、うん、そっか、うん、じゃあ日本人ってまあ全員じゃないけど結構傾向として服にお金かけてる、メイクアップにお金かけてる人が多いかもしれない。そうだと思います、うん、なので、日本でもしモデルになりたかったら突然ですがモデルになりたかったらここにね、動画をアップしますので、モデルになる方法という動画をアップしておりますのでそうそうそう、そうするとモデルになるためにこう、ね、服も化粧もすごい頑張らないといけないので、よかったらここの動画を見てきてくださいマリの動画に遊びに来てくださいということで、ベストミスマーチュー